12分になりました。ミニュースをお伝えします。30日バナナ大食い王決定戦が行われました。誰が一番バナナを多く食べられるかを競うこの人気イベントは、チャンピオンの番でバベルさんを誰が破るかに注目が多く集まりました。しかしバンデバゼルさんの驚異的なスピードはたぼ圧倒し、今年もバンデバゼルさんがぶっちぎりで優勝を飾りました。あまりにすごいのでバンデバゼルさんの殿堂入りも検討されている模様です。マジの2位に聞きました。なんだかワクワクしますね。ニュースにするものでもないと思います。はい、富士の2位ニュース、ナゴがお伝えしました。